こんにちは、チョメです。6年目第12章の授業、あわ頭呪文、宝刀呪文かな、やっていきます。これ、映画でもなんかあったような気もするけどな。なんか最後の方の映画。3時間。Make sure you are prepared. やっていきます。宝刀呪文の実演、読み方間違ってたらすいません。Oh. ようこそ、妖精の呪文学の授業へ。今日は宝刀呪文を学んでもらう。この呪文は息ができない状況でとりわけ役に立つ。それが水中でも臭い部屋でも宝刀呪文が守ってくれる。今から宝刀呪文を唱えるからしっかり見てなさい。これで黒い子に入れるね。フィリット・イック先生は逆さまになった水槽の中にいるみたいだ。でも炎のゴブレットではなんか出てこなかったよな。使ってる人はいたかもしれんけど、泡は瓶で割ったりできるんですか？しかもなんかハリーは昆布みたいなのを確か口に含んでたしね。この本を読めば泡の中に空気がどれだけ入っているかがわかる。私の口を覆うような。これはですね、あ、今ね右下やってるんで200ゴールド。これでクエスト完了したな。右下のやつね。はい、なんて言うんだろう、満点ビンゴやってるんですよ今。また始まっちゃったんですよね。はい、炎のゴブレットって言ったらセドリックだな。宝刀呪文の講義を用意してきた。長いからちょっと息苦しく感じるかもしれんが、私フリットウィック先生の授業が一番好きだけどね。この呪文を使えば今度そこに行ける。まあ左下はつまらんのだけど、覚える呪文がすごく役に立つものばっかりだからね、すごくね何回でも受けたいですね。いろんなのをね。またバブルが弾けないように経済の在り方を慎重に考えないと。今の立場でどう？日本語だから通じません。何なんだろうね。多分英語でなんか、あ、バブルって泡つながりか。そういうことか。わかったわかった。ちょっと、理解するのに時間かかっちゃった。餌にしとこう。泡とバブルってそうやって両方、兼ねてるんだね。何に役に立つ？酸素の新しい真ん中じゃない？新鮮な空気の供給。いやー楽しいですわ本当。でもねこの授業の実況ってあまり人気ないんですよね。なんかやってることは同じことだからね。姿勢を練習する。振り下ろし方も大事ですからね。やっていきましょう。泡の中に入った後、どうやって出ればいいんですか？母さんにいつも姿勢が悪いって叱られる。誰も見てない暗い部屋で練習できたらな。でもこの呪文実際唱えるっていうか出てきたのってさ、不死鳥の騎士団とかなんかそっちの後ろの方じゃなかったかな。記憶が曖昧ですみませんです。あまり余計なことを言わま。はい、実演する。あ、でもね、前のなんかさ、キアラのイベントやった時はさ、アズバカンの囚人がすごく見たくなったね。前にあったんですよ、キアラのハロウィンイベントが。よく聞きなさい、でないとクソ爆弾の匂いを回避する術を学べないぞ。話し合う。普通の状況でもこの呪文を言うのは大変だよ。じゃあ読む。発音を一音のずつに分割してる本を見つけた。じゃあね、お待ちください。回復してきたので続きをやっていきます。服もねちょっと着替えた。お、ジェムもらおう。6。服も着替えたけど、やっぱり授業では普通のねホグワーツのね制服に戻されますね。レイブンクローの。さあもう宝刀呪文を唱えるくらいの知識を得られたはずだ。やってみなさい。宝刀で合ってたよね読み方。休憩したらちょっと忘れちゃった。え、宝刀だ多分。よし。泡の中は見通しが悪いのかな。僕は魔法薬学の授業中にメルーラと口を聞かなくてもいいようにこの呪文を使うよ。
この呪文を他の物体にかけてもいいのかな。その呪文の発音をもう一度確認させてくれ。泡の中では息ができないんじゃないかってちょっと不安なんだ。怖いよね、最初入るときね。はい、これでね終わりです。これはね、今はノートにしときます。右下にも兼ね合いもあるからね、本当は餌がいいんだけどね。なんかこれ前も見たことあるな。杖の持ち方すごい。うわ、自分にかけた。いいねこれ。この呪文、まあ、でも海とかに入った後はちょっと唱えられんかもしれんな。どうなんだろう。ゲット。ではね、今回の実況は終わりません。次この笑い薬にね続きます。こんにちは、ちょめです。6年目第12章の授業笑い薬やっていきますね。ちょっとね、実況しすぎてちょっとだけまた声が枯れました。3時間ですね。スネープ先生が喋ってます。笑い薬の実演、魔法薬学の授業にようこそ。今日は笑い薬を学んでもらう。いつも通りヘラヘラ笑わずにしっかり集中して聞いているように。今日の魔法薬の効果で笑いが発生する可能性があるのは百も承知だが、君たちが私の技術を真似できるとは思っていないが、とにかく注目したまえ。スネープ先生独特なんだよね、これ。左手をね、使わないんだよね。材料を一つ間違えるだけでも、意図したのとは全く反対の効果を持った魔法薬ができてしまう。スネープ先生は今、パフスケインの毛を入れたみたいだな。あ、そうなの？笑い薬ってパフスケインの毛がいるんだ。あんた本当にこれを成功させようとしてるの、チョメ。そっちの方が笑えるわ。笑うために魔法薬を必要と。あ、メルーラもタップしたかったな。これはね、勇気にしとくか。はい、集中しましょう。なんかビーカーが2つ並んでるね。黄色いやつ。何か入ってる。あれも気になる。あれなんだろう。スネープ先生、こっち向いてる時にもうフラスコが浮いてたな。すごいね、ほんと。てかみんな一斉に見に来ればいいのに、後ろの2人は何勉強してんだろう。しっかり講義についてくるように。少しでも忍び笑いが聞こえたらその量から得点を差し引く。怖っ。バンシーに対する効果的な防御でもある。バンシーってなんだ。飲み物を飲みたいな。この黄色いやつが気になる。スネープ先生は本当に今日の授業で僕たちが笑わないとでも思ってるのか。私の講義よりもその本がの方が役に立つと思ってるのか。本読んでた人おったね。5、いい笑いとはどのぐらい。これはね、餌にしとくか。はい、質問に答えましょう。笑い薬の効果は何。笑うことでしょ。一番下、笑いを発生させる。当たり前のことを聞かれました。素晴らしい。褒められました。褒められたんだけど、なんか顔が険しいんだよね毎回。はい、ナールの針毛を探す。笑い薬の材料には奇妙なものがあるな。一緒に取りに行こう。ナールの毛も使うのか。パフスケインとナール。僕にはビリーウィグの羽に見えるよ。こっちにはナールの針毛はないみたいだ。なんかこれどこかで見たことあるな。これなあ、チョメ、明かりはないのか。ルーモスを唱えるんだけど、あれが何なのか暗すぎてわからない。昔なんかナールの針毛探した気がある。する。どっかで。ギャロワンタップ。まあこれはね、ルーモスを唱えるですね。これね、40欲しいんだけど、勇気あげとけばよかったかな。はい、ルーモスは一番最初に習った呪文ですね。はい、まあ、ルーモスがねあれば結構電気代とかも節約できるよな。あ、でもずっと唱えとかにいけんのか。そらそれで大変だな。そろそろナールの針毛を入れる頃だ。準備をしたまえ。じゃあね、回復したら続きをやっていきます。少々お待ちください。なんかさっきのループなんだけど、ビリーウィグって出てる。何を見過ごしてるんだろう。
回復してきたので続きをやっていきます。パタナールの話をねずっとしてます。さっきメルーラタップできなかったからメルーラをタップしました。お、赤い本が来た。本当は200ゴールドが欲しい、あのビンゴのためにも。まあ、でもね赤い本はね大事ですよね。もっとたくさん欲しいですよね。赤い本ってね本当足りないですよね。ロマンがいつも喜んでくれる、本当嬉しい。はい、なぜか勇気に10点入ると。笑い薬を完成させる準備をする。もう笑い薬が仕上がっているはずだ。これが終わったら僕は笑ってるか泣いてるかのどちらだろうな。しかも他に何を入れればいいんだ。西洋わさびの粉末をこっちに回してくれないか。スネープ先生、あなたもうできてるって言ったのにまだ作るの。かき混ぜる時間だ。あんたに全く早いな。これはね勇気ですね。はい、終了。まあいつも通りですね。これは魔法薬を仕上げる。杖もなんか光沢があっていいですよね。私が選んだ杖はなんか幸運をもたらす感じのやつ。あれ欲しいんだけど、本当なんかねインターネットで調べたんですよね。杖なんかね有名な庭とこの杖とかそういうのしかなかった。ではね、今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう、失礼します。